昨日に至っては自分が何をしていたのか全く思い出せないんです。俺はこの3人に会ったことがある。この日にちに何か身に覚えはないかな。特別なことはないと。それ私の子、何にも身に覚えなんてないって。もう何回も言ってんじゃん。昔のこと。7月7日って、てかうちら何がいけないの。彼は昔受けた大きなショックで過去の記憶を閉ざしてしまっていた。とっても楽しかったよ。毎日幸せだった。